波の音って音楽みたいですね。胸の奥にじんわり染み入るような、どこか懐かしくて優しくて、私もいつかこんな音を奏でたいです。ごめんなさい先輩、海ってとても久しぶりに来たので。まさか先輩とこんな素敵なところに来られるなんて、しかもこんな素敵な日に私でよかったんですか？嬉しい。朝メールいただいた時、何度も読み返しちゃいました。授業も手につかなかったし、廊下で転んだし、お昼ご飯も胸がいっぱいで、緊張しちゃいますね。それでですね、いつもはお母さんと一緒に作るんですけど、今年は全部一人でやったんです。毎年作りながらみんなで食べちゃうので、最後には何も残らなくて。でも今年は先輩のためだけに作りました。これもらってください。緊張しすぎて手汗でよれてますけど、中は無事だと思います。全部なくなっちゃった。食べてもらえなかったらどうしようって。もしそうでも仕方ない、悲しまないようにしようって決めてたので嬉しい。先輩ありがとうございます。いえ、きっと私の方が嬉しいです。だから私の方がありがとうです。先輩が私の彼氏さんだなんて未だにうまく信じられなくて、自信なんてちっともないです。きっともっと素敵な人がいるって思います。でもそれでも先輩は私を選んでくれたから、私は先輩を信じていようって思うんです。他の人と比べて怖がったり拗ねたり疑ったりしないで、先輩を好きでいようって、ただ純粋に他の誰よりも先輩を好きでいようって。先輩好きです。いえ、私の方が好きです。先輩が思うより、先輩自身よりも私は先輩が好きですから、そこのとこ見くびっちゃいけません。好きな人に好きっていうのはとっても嬉しいことですね。なんだか泣きそうです。あんまり幸せすぎて怖いです。先輩ギュッてしていいですか？